東條さん今日もいっぱいお勉強になりましたもんね。発見だらけでした。例えばこのアスパラガスも、うん、私はいつも下が硬いから、うん、切って捨ててたのをピーラーで剥いてまだ使えるとか、あとはこのチックピーもこうやってこう芽があるものを初めて見て、これは栄養価が高いだとか、あとはもう他にもいっぱいあるのですが、あとキノアのお寿司なんて初めて見ました。しかもポロポロしないですごいちゃんとスティッキーで食べやすくて、あとはこの大きいナッパも巻きづらいのを芯を取ったり、あとは芯を叩いたりすると本当綺麗に巻けたり、本当に発見発見発見の一日でした。本当楽しかったです。見た目も本当綺麗ですよ ね。もう春の本当の食材ですからね、いいと思いますよ。ファーマーズマーケットも楽しかったです。初めて来ました。あ、そうなの。はい、バンクーバーでは行ったことがないです、あれね、もうかなり昔からあるんですよ。もう15年近くなったんですよかな。その当時はものすごくちっちゃかったのね。でも今やっぱりオーガニック、それもサーティファイドオーガニックというのはもう皆さん食べるようになったし、ほんで今日まあやったね、このキヌア、キヌアというのはグルテンフリーなんですよ。キヌアはグルテンフリー。そう、それで今少しずつ流行ってますよね。流行って昔からあったんだけど、それが今今度寿司にその、できるようになったのを僕も発見しました。どうぞこんな試してみてください。いただきます。まず最初にね、このサラダから食べられたらいいと思います。サラダから、はい、いただきます。これ手でね、もう手でもお足でもいいと思います。じゃあもう手で取ってしまいます。はい、手でやってください。いただきます。これも一緒に一口でパク。そうそうそう、いただきます。私もちょっといってみようかな、これちっちゃいの。どうですか。おいしい。食感がまたいいですね。コリコリ、ピリ辛もして甘酸っぱさもあって、そう、ちょっとスパイシーで、噛めば噛むほどいろんな味が出てきます。おいしい。やみつきになっちゃう味ですね。途中でこのピーナッツのボイルしたピーナッツを食べるとか、全然乾燥してなくてね、いいでしょ。こんなピーナッツ食べたことない。お次がこのアスパラガスいってみますか。はい、アスパラガスを、これはスプーンで取ったらいいんですか。そうね、ちょっと取りましょうか。ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。このゼンマイ、このソースが美味しいんですよ。このあんかけるような、あんかけ、私あんかけでも思ったんです、はい、片栗粉を いつも私はお水で溶かしてたんですけど、それを出汁で溶かす、その方が薄まらなくていいですよ。それも大きい発見でした。歯ごたえがいい。アスパラガスの歯ごたえはどうですか。いいですか。アスパラガス甘くて美味しいです、歯ごたえがいい、さりげなくジンジャーが効いてて美味しいです。そうですね、ソースがこの濃すぎないから食材の味が生かされてて、何でもそうだけど、この控えめ控えめがいいんですね。最後に食べ終わった時に、ああ味がついてるなっていう感じがいいんですよ。最初にパッと一口したときに、あ、美味しいって感じたら塩辛いですよ。塩がちょっと多すぎる。そうだから全部食べ終わったときに、あ、ちょうどいい具合が一番いいんですね。それがちょうどいい。体にもいいし、一番味的には一番いいんですよね。そしたらもう直接そっちの中行きますか。はい、手でいいですか。いただきます。東條さん、すみません、一つこっちを向く。もうこれ完全なサラダ感覚ですよ。
しい。本当にスモークサーモン少し甘いですね。これはこっちのファーストネーションの人たちのやり方で、あのお土産で中に売ってるの、あの、あれはちょっとハードなのと、これはあの軽く柔らかめにしてあります。なんでかちょっと食べるときねガチガチしたら良くないから。なるほど。これキヌアがすごい美味しいです。もちもちで、ね、このキヌアはいいと思いますよ。もちもち、うん、全然ボロボロしないで、これは美味しい。東條さんが作っていただいた綺麗な方をいただきます。はい、どうぞ。綺麗な方です。これはパクで。そうですね。はい、このお稲荷さんだったらこう入れやすいじゃないですか。こぼれないかな。これは稲荷にお稲荷さんにあの向くと思いますよ。ね、100% あの野菜だから全部あの、うん、喜ぶと思います。お弁当とかにも持ってきやすいですね、うん、お稲荷さんだとこぼれないし、ポットラックとかにも見た目も綺麗だし。そうそうそう。皆さんいかがでしたか。今日は春にちなんだお料理教師でした。東條さんどうもありがとうございました。どういたしまして。これはでも家庭でも作れるものばかりで、もちろん作れますよ簡単に。これは本当キヌアがこんな使い方があるんだ、大発見でした。そうだからあ、まあ、皆さん美味しくキヌアを食べていただいて健康になってもらったら嬉しいですよね。またあのファーマーズマーケットも毎週土曜日に、うんうん、そう今はねあの週1ですけど、そのうちに あちこちでオープンします。だからぜひ皆さんもね行かれてあの違う食材を見つけて自分なりにチャレンジした料理を作られたらいいと思いますよ。僕はものすごく楽しみですね。違う食材に合う、新しい食材に合うのが楽しみです、うん、そしたらまた新しいメニューもどんどん増えていきますね。そうそうそういうことですね。じゃあ東條さん次は次のお料理教室は。そうですね、やっぱり初夏中かな、あのもうすぐねあの今年はちょっと遅れたけど、ズッキーニのフラワーを使った料理とか、珍しいあのモラルマッシュルームとかね、そういうあの食材がもうすぐあと2つぐらいしたら入ると思うんですよね。そしたらまたその時やりましょうか。じゃあ次は初夏のお料理教室で、はい、よろしくお願いします、はい、こちらこそよろしく。今日はどうもありがとうございました。はい、どうも。